続いてはこちらです。はい、皆さんご一緒にお願いします。テゲマークッキング、はい、はい、ということで毎回本当に簡単な手軽に作れるレシピをご紹介してるんですが、今日のも本当に簡単でして、もう私何回かお家で作ってる本当に美味しいおすすめレシピでございます。菜食亭心心置きなくのオーナー寺原大輔さんのレシピです。ご覧ください、どうぞ。大輔さん、今回もオーブン料理ということで、はい、そうです、引き続きオーブン料理で、ちょっと和風テイストなお料理ですね。そうですね、今の時期にあの長芋、山芋とか長芋もよく出てるので、それを使った山芋とレンコンのふっくら焼きを作っていきます。今回はこのオーブンでやるんですけど、これ実はホットプレートとかでやってももんじゃっぽくできるんで、とりあえずこの作り方だけ覚えてもらって、まあオーブンで焼くもよし、ホットプレートの上でやってもいいです。すごく美味しいのが出来上がるんです。まず今日使うのがレンコン。レンコンです。はい。今日も事前に蒸してあるんですけど、湯がいてもらってもいいです。でこれも入れると食感がすごくいいんで、レンコンを使ってます。はい。はい、でこれを切っていきます。はい。もう切りせず、なんですね。細かく切ってもらって、こう食べてる時にしょりしょり感みたいな、食べてる中にこうあると嬉しい感じなんで。うん、今レンコン板みたいな感じなんですね。そうそうです、まあ粒々感みたいなんですね。本当、うんうん、食感がいいですよ ね、 そうですね。今の時期だったらレンコンも安いんで、これぐらい細かく、はい、はい、切ってもらいます。はい、ボウルにこうどんどんまとめていくんで、はい、じゃあ切ったレンコンまずボウルの中に入れますね。はい、入れました。はい、はい、じゃあ次は、はい、長芋。長芋、はい、もうこれはすりおろすだけなので、うん、皮を剥いてもらって、はい、はい、でこれも、はい、この中に、はい、じゃあ入れてください。はい、入れます。とろとろとろ、入れましたね。はい、はい、ここでプラス卵。卵、はい、卵1個入れます。はい、全卵。全卵でいいです。パカッと、はい、でもう味付けはですね、粉末のお出汁、まあご家庭にあるカツオのお出汁とかを入れます。これは 5g ですね。これをあとは混ぜていきます。これは今日も、今日もっていうか今日味付けはこの粉末のお出汁、粉末のお出汁だけです。あと、まあ、上にちょっとマヨネーズを今度かけるんで、それぐらいですね。わー、もうレンコンがもうだいぶ甘いんで、うん、蒸したですね。あ、じゃあもう事前にちゃんとレンコンは蒸すなり茹でるなりしていただいて、ホクホク感と甘いと、はい、もしそのそこも面倒くさいという方がもしいらっしゃるんであれば、水に買ってください。あ、水に、ね、いやもう水に最初に買ってくれれば全然問題ないです。いや私ちょっとね、そこも面倒くさい方がいればって言われた時なんかちょっと待って、今回レンコンですけど、まあ、レンコンじゃなくてもね全然美味しいです。じゃがいも入れてもらってもいいですし、うん、他の野菜、里芋でも全然美味しいんで、今回レンコンします。はい、はい、ふわふわですね。ふわふわです。これも器に入れてオーブンに行きます。そんだけです。簡単です、ね、簡単です。じゃあだからこういう、はい、このまま鉄板でジューってやってもいいです。なるほど、はい、でも美味しいです。じゃあ入れます。これ、ね、結構空気含んでるんで、うんうん、焼き上がるとちょっとふっくら盛りってなるんで、 あんまりこう満タンに入れすぎるとボコって出てしまうんで、うんうん、ちょっと気をつけてください、はい、程よい加減で、はい、大輔さんこれもちょっと、はい、ね、はい、ですね、膨らむことも計算に入れながらの量で、はい、料理、はい、ことですね。で、ここにマヨネーズを、うん、はい、まあ、ご家庭にこういうのがあるかどうかちょっとうちはないです。はい、もう普通のマヨネーズでいいです、うん、はい、でも先が細くなってるやつありますよ。あるんですよ、知ってます。あるんです、開けてね、星形のが出せたり、あれそこ取れば普通に星形やけど、つけてれば細いやつ。そう、もうね、ありがたい。これを入れます。おで、これだけじゃ寂しいんで、ここに
干しエビ。干しエビ、はい、あ、まあそんな感じで、はい、なるほど。まあこれはまあどう散らしてもいいですこれはお好みです。いや綺麗ですね、はい、これでじゃあまた230度でこれは12分ぐらい生で食べれなくはないんですけど、ちょっと中まで火通したいんで、うん、ちょっと長めに小家庭でですねオーブンなど見ながらやってみてください。はい、熱々試食用完成です、はい、いい香りしますね、はい、いい香りしますね。でこれは最後は青のりで、はい、できました、はい、ちょっとリポート気をつけて、なんか酷なことをしてしまう。これ前回のデジャブですかね大輔さんこれね持っただけで結構熱気がね伝わってくるんですよ、はい、ふわっとしてますよほらほら、いい見てこの断面ふわっと、ただね湯気がすごい気をつけてください、ね、はい、湯気がすごい、はい、いやこれ熱いな、熱い、熱い、うん、おいしいですね。ふわふわ、なこんなふわふわになります。やっぱあの卵入ってちょっとあの混ぜるときちょっと空気含ましたりしてるんで結構ふわっと、ね、このレンコンのね、うん、ホクッとシャキッとした食感、うん、ね、マヨネーズのこの酸味と和風だしの味と干しエビか、ふんわり香ばしくていいですね、はい、鉄板でも OK っていうことだったので、はい、いろいろとねまた楽しみ方ができそうなお料理ですけれども、ね、このふわっと感、うん、ね、この食感の違い、はい、ぜひぜひ試していただきたいですね、はい、うん、では材料です。山芋 150g、 レンコン1/2本、卵1個、和風だし顆粒が 5g、 マヨネーズ、干しエビ、青のりはそれぞれ適量です。トッピングの干しエビとマヨネーズで香ばしさと旨味に程よい酸味が加わり絶妙な味わいに仕上がります。山芋ならではのふっくらとした生地にレンコンのホクホクシャキシャキっとした食感がたまりません。焼きたての熱々でお召し上がりください。はい、はい、またおしゃれなやつをね。そう、でもこれすりおろして混ぜただけですから ね、ほんと簡単なんですよ、うん、もうでふわふわだし、私家で作った時はレンコンやっぱ水煮でやったんですけど気軽な方でね。そうそう、でもね、いやいや、でもね水煮でも本当にちゃんとしっかり美味しいし、あとあのレンコンじゃなくて里芋とかじゃがいもとかでもいいっておっしゃってたんですけど、私はあのあと他に銀杏とか枝豆とか入れてやってみたんですけど、何でも何でもなんかツナとコーンだったら子供もねちょっと喜びそうだし、コーンでもいいと思いますね。すごい美味しいんです。なんか上にこうかけるのがチーズかと思いきや、うん、マヨネーズ、これまた子供も大好きでしょう。僕もチーズかなと思ったんですけれども、この料理の雰囲気だったらマヨチーズだとちょっとこってり感が出ると思うんですけど、うん、マヨネーズだとそのちょっと酸味も出るんですよね、はいはいはい、だからなんかそのマヨネーズならではの酸味とかもあって美味しくって、なるほど、結構ね干しエビがいい仕事するんですよ。そうなんだ、だから、うん、あれ干しエビもねぜひ欠かさずに使ってほしい。で私やっぱり作るときは大輔さんみたいな真ん中のライン、ね、あれちょっとおしゃれ感がありませんでした。あれ普通はさやっぱパラってやっちゃうよ ね、 そう ね、 ねやるのかと思いきや、うん、あれよかったね、あれよかったです、ちょっと学ぼう、うん、これも本当に簡単。ただあのご家庭の機器によってやっぱり焼き加減とかがね時間とかが結構バラバラだったりすると思うんですよ。うちでやるときは12分じゃなくてちょっと15分ぐらい長めに焼いたのでちょうど良かったりしたので、ぜひそこはですねあのご家庭の機器に合わせて調整してやってみてください、はい、ではプレゼントいただいたのでご紹介します。こちらです。心きなくより1000円分のお食事券を5人の方にプレゼントです。応募方法は番組の最後にお知らせします。心置きなくは野菜ソムリエの資格を持つオーナー寺原大輔さんが腕を振るう菜食亭心の2号店です。野菜がメインのメニューはどれも素材の良さを生かしたものばかり。シンプルかつ独創的な野菜メニューは常時100種類。野菜の美味しさ魅力を再発見できる心置きなく、
ぜひぜひお出かけください。テゲーマクッキングのレシピは Facebook や公式の YouTube で配信しているほか、宮崎ケーブルテレビのロビーにも置いてありますので、そちらもぜひぜひ手に取って挑戦してみてください。以上、テゲーマクッキングでした。 CM の後はみんな集まれです。焼きたてめちゃめちゃ熱いんで気をつけてください。見てたらそう感じました。はい。